遺伝子は文字だ想像される時初めて存在することのできる文字だそしてこれはある思い意味意思を表したものであるだから遺伝子は意思に反応します遺伝子が意思に反応するので私が病気にかかったのはどういう意味なのかで人々はよく考えます 思わの世の中の人たちは私の体の病気はどういうこととどういうふうに意味付けますか天罰を受けた神が私に天罰を下したこういうふうにその意味を解釈する場合がとても多いですもう悔しいあいつを見ると私より悪い奴つなのに あいつはまだがんにかからずに私は病気になったこうして私の体が病気になるととてもその病気になったそのものにそのものにどういう意味を与えますかいい意味を与えますか悪い意味を与えますか病気そのものだけでも良くないのにどうして病気になったのかという意味をとても 悪く解釈します。私が罪が多くて、神様が私に罰を下したというふうにそれに解釈するのです。それは決していい解釈ではありません。そ,それに解釈しますと皆さん、神様がどういう方になりますかどういう方になりますか怖い方。また 罰を下す方、また今までの話はあってますが決定的な答え、話は出ません。私は講義の中でよく使っていたことです。愛がないこと決定的な答えではありません。 選択の自由のない神として表されます。私は病気にかかりたくないのに、神様がくださった、強制的に。ところが皆さんが遺伝子を勉強してみると、神様が病気を下したのではなく、私が病気をかかるようにして、私がかかったのです。神様が 神様は命の神であって皆さんが罪があるからといってその罪の代価として病気を与えるようなそういう方は強制的な方ではないでしょうかそうですね選択の自由を与えてくださった方は私たちが知っているその罰を下すことができますかできませんかできません だから皆さん聖書を見ますと神様が選択の自由を与えてくださった方なのでこういう話が出るのですコリント第一1 3章 愛は耐え忍ぶ。選択の自由を与えない方は長く待つ必要がありますかありませんかありません。即刻罰を下したらいいのです。そうですね。愛は入話で。愛は礼儀に反することをせず、もうやめなさい、この野郎とか。 自分の利益を求めずこれはどういう意味かと言いますと自分の思いのままにしない自分の意思通りにしない私、韓国の両親たちは愛しているというのを言いながら自分の意思のままにしようとします神様は子供たちをそのように愛しても自分の意思通りにしようとしません。 だから、この選択の自由を与えられる方がなので皆さんが病気にかかることを皆さんも知らずして選択なさったのですある人を本当にひどく憎み少しお金少しもっと稼ごうと思って眠ることもしないでもう少し良くしようと思って欲張って私をあまりにもいじめって。 特使してそれで結局私の体に病気を起こした私のスイッチオンになっているのをオフにしたのは私です他でもない私それを神様がそれが私の選択なので神様はそれを仕方なく許すのです神様の益のためにするならば 私の病気になる人1人もいません神様は愛なので誰でも病気にかかることを願いませんしかしその方は私たちに選択の自由を与えた方なので私が病気になるようにしたら神様が強制的に中断させることはできませんだから私は病気になるのですだから病気になった時私が再びああ 私はこうしたので病気になったんだ。そして、命を再び選択する時神様は、命の息をくださって、遺伝子を、スイッチオンして、壊れた塩基配列を、戻して、病気を治す方であって、病気を与える方ではないということです。皆さんこれがとても大事です。なぜでしょうか 遺伝子は文字だから意思に反応するのでどうして私,に病気私が病気にかかのったのかこれを誤った意味を与えたらもう悪い反応がします遺伝子がもう消えてしまいます遺伝子をつけることのできるのはその真実で善なるものがつけるのであって神様が罰を下したこれは真理とか美しいもので善なるものではありません だから皆さん私のこのニューサートの根本的な根本的な主題は遺伝子は文字であるが故に文字そのものが意思を表し遺伝子は文字なので意味を表すのでその 意思に反応するるものであといいうことをはっきりり認識していななければません遺伝子は石に反応するそうしたらこれを科学的に確実に認識していってみましょうロシアの有名な科学者アイヴァン・パブロ博士は条件反射の実験しました犬を連れてきて条件反射を実験しました最初の日犬を連れてきてドーン と鐘を鳴らしましまた犬は最初の日これがどういう意味か分かりませんでした犬がどうして鐘を鳴らすんだろう何の意味だろう私人間も意味を知らなかったら反応することができませんその次の日からパブロ博士は鐘を鳴らしてから即刻おいしいものをあげましたまた ま、56回言うと犬が何か意味が分かりました犬が鐘のその音の意味が分かった鐘を鳴らしたらおいしいのをくれるんだという意味だその次からはその意味を分かってからは鐘を鳴らしたらエンドルフィンが出ますか あ、おいしいのくれる。それから、唾出ますか出ませんかそれで消化物質か出ますか出ませんかもう尻尾振りますか全身の遺伝子が全部つくのです。意味があるので。意味がなければ、遺伝子はスイッチオンになりません。だから私はちは、石によって生きる人たちです。だからその石が神様の御言葉。 だから私たちが見言葉によって生きるその意思で生きるということはそれです聖書を見ると人はあイエス様は人はパンだけで生きるものではない神様の口から出る言葉によって生きるだから人間はこの物質的な存在であるには間違いありませんが霊的に生きる人であるということです意味,に意味を持って生きるものである だから私たちは肉の塊のようですが、霊的な存在なのです。石が大事なのです。大事な話です。さて、だから、1日2日過ぎるたびにこの犬は、はぁ、あ、もっと信頼が固くなります。で、1か月ぐらいになると、金を鳴らさなくてもいいです。はぁ、その、 もうもうそのハブロパク氏がもう金さえ持ち上げたらもう喜んでもいいその遺伝子が全部つくのですいい意味だからいい意味にはつくのです悪い遺伝には消えますエンドルフィンとかそういうのは消えてしまいますそれからまた。 もう金を鳴らさなくてもいいです。なぜでしょうかもう金の音に反応したのではなく石に反応したのでもう金の音いりません。もう石だけあればいいのです。その次の日とその次の日その金をもう持たなくてももう金の方向を見ただけでも喜ぶ。それが何ですか もう心が通じる遺伝子がそうであるがゆえにこう雰囲気を見て分かり心が通じるのです遺伝子の性質ですそれがもうこれからはパブロ博士が来ても金を見るだけでも 喜びます間違いなく犬が信頼するから信じるのでだから遺伝子は石に反応しますがそれがどれほど強力に反応するかは何に比例しますか信仰に信頼に比例します皆さんが信じることができれば皆さんの T リンパ球遺伝子は強力に反応します はい、だから皆さんがみんなで講義室に座って講義を受けていますがある方は聞くたびに聞くや否やああそうだそうだそうしたら遺伝子が強力に反応しますわかかりますかところがもう講義も半分ぐらい聞きながら ソウルは雨が降るんだろうか。そうしたら信仰が湧き出ません。そういう信仰というのはその成立しません。あの出ません。だから講義を受けてもベータ発症です。ところがある場合は。 私が講義を一生懸命集中して聞きたくてもそれがうまくいきませんある人はそういう場合がありますそういう時はどうしてでしょうか私的な私がどんどん何を送りますかベータ派を送ります雑念その時その雑念に私を売り渡さないでくださいその雑念が入ろうとしたら 講義の時間の中でも神様、私を雑念から守ってください。すぐ孫さんが先ほど話しましたね、孫恩知さんあんまり歌が上手でないという、私のようなものであっても神様がおられるということを見せてください。皆ささんもそそううしてみてみくださいそうすれば雑念が さっとなくなります。はい。人間は創造主のコントロールを受けています。だから、もう信じれなければ信じれないままに、どうして信じれないのだろう。そうしていると、皆さん、この大事な時間に、 どうしてその時間をそのままもうその送るのでしょうか意味なくだから皆さん私が多くの人々に接してみましたがイエス様もこのように話します38年間 病気を患いましたところがイエス様が来て何と聞きますかあなたは治りたいのかと聞きます私はその聖書を読みながらイエス様が IQ がとても悪いようです治らないものがどうして38年も待ったでしょうかそれにもかかわらず何と言いますか あなたたは治りたいのかイエス様は少し愚かな方のようです。どうしてそう聞いたのか分かりますか皆さんそうしますとこの38年の間その病気を患った方が人が何と言っていますか何と答えましたか エルサレスムの羊の門のそばにそこに多くの病気の者がいてさて、エルサレムには羊の門の近くにヘブル語でベテスタと呼ばれる池があって5つの回廊がついていたその中に大勢の病人、盲人、あしなえた者、痩せ衰えた者たちが 伏せていたそこにに3 8年の,もの間病気にかかっている人たちがいました。これはニュースタートですかニュースタトではありませんか一番早く入るものだけが治るというのが7節にありますが、これはニュースタートではありません。水が動くとき、待って、誰が先に入るのか、こう待っているのです。 世の中にこういうのがあるというのです。しかし、世の中の人たちはこれをもっと信じるのです。神様から来る命の息を信じるよりは伝説を信じます。そして、一番早く入るものは病気が治ります。こういうのは皆さん、私が。 あの水が動くとき、一番最初に入ったら治る。実際に一番最初に入るものは治ります。だから最初に入ったら治るのです。何のゆえにですか信仰のゆえに。さあ、今信仰という,のはいう話をしています。よく聞いてください。 どうしてあのような雑念に陥っているか皆さん、私に皆さんの,その,その見えないようですが私はよく聞かない人をよく見ます、私はもうよく聞く人には安心してまた、聞かない人には心配してこう,こう見ながら講義をしています。聞聞いいいててるのか聞いてないのかな それで集中して目がこうもうピカピカと光ったら私がどれほど喜ぶのか嬉しいのか分かりませんそれで皆さん目だけ見たらベータ波が出るっているのかみんな見えます皆さん私はこれ30年したのでもうほぼもう,もう極めているますだから私はずっと後ろの方を見ます それで後ろに座って前に来る人たちいたら本当に嬉しいです。さて、皆さんこの信仰とは信仰があるとだから犬がですね犬の話に戻ってその次のパブロ博士が来てですね鐘をやって叩いてそのまま出ていきました。 もう気が抜けてしまいました、信頼がどーんと落ちました、その次のパブロ博士が来て、次、金を持って、その半信半疑、遺伝子がつこうかつかないか、そのぐらいこれほど信仰が大事なのです、信頼が。 その次、鐘を鳴らしてそのまま出て行きました。犬がもう,こう気が抜ける。昔はその鐘の音に意味が本当にあったのに、今の鐘の音はもう侮辱的だ。私を遊ば,遊遊ばもうおろそかにしている。パブロ博士はまたその次の日また鐘を鳴らしてそのまま行きました。その次の日また来て鐘を 金をドンと鳴らして犬はワン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 同じ金の音ですが何が変わりました意味が変わりました。いい意味の時はいい反応し悪い意味になると悪い反応が来るのです。信仰がなくなると反応しない。 それほど信仰に反応するのです。だからこれ本当に嘘です。嘘ですが病気が治ります。信じるから。だからあそこにこう集まります。この世の中の偽りの信仰の癒しのシステムが存在するのをあれが意味します。わかりますかそれがその意志です。神様と関わりないこの世の偽りの 各種の全てありますいろんなもうキノコもあるしもう相手はもう小便も入っています。尿両方ありますか自分の小便を自分が飲んで病気が治る人がいますかいませんかいます。どういう人だけが治りますか信じるものが治ります。 しかし皆さんは治らなくてここに来ました。皆さんそれをもう到底信じることができません。誰が飲んで食べたって言ってもそれが信じれないのです。だからある人たちは夫が病気にかかって、奥さんが誰が小便を飲んで隣の誰が誰の夫 旦那さんが治ったんだって誰,の誰かさんの105棟のアパートのですね棟何棟のもう小便を飲んで治ったんだってもうそんなそんなことを話すなねえあなたお金もかからないことだしもう飲んでみたらってそんなもういや ねその人、がん末期だったけど x、x r レイ全部やって病院でもう治療を拒否して、もう6ヶ月ぐらいの命だったけど、小便を飲んでも治ったって,って、ああ、そんなのもう私は飲まない、そんなもう小便を飲んで治る人いるかしかし、奥さんがあまりにもねあなた、私の願い聞いて。 あなたが飲んで死んだら、私はもう飲まないで死んだら、私はもう心があれだ。だから旦那さんはそれを聞いて、もう死んだものの願いも聞いてあげるのに、じゃあコップ持ってきて。それで。 <laughs> イサングの小便はこんなこれをどうして飲めるだろうかねえあなたぜひ飲んであこれで治りますか決して治りませんわかりますかもう小便に効果があったら治るでしょう もう小便を飲んでは病気は決して治らないようになっています。この小便はこのコップに入る前にどこにあったものですかこの小便が。体の中にあったのです。これを再び飲むからといって病気が治りますか 病気が治ろうとしたら、ここに出る前に治るのんて、出てからまた入るのにどうして治るのでしょうか、いくらこういう偽りでも、もう、確固たる信仰を持ったら、もう、効果があります。それほど信じるということは大事だということです。 もう、もう、小便のように、もう、変なのでも、確実に信じたら変化がきます。しかし、皆さん、私が皆さんに話すのは、これは偽りではなく、これは真理です。皆さん、偽りを信じても治るのに、真理を信じて、いくら、どれほどよく治るでしょうか。はい。真理を信じなければなりません。 だから皆さんがああ意味遺伝子がもうつくようになっているのに信仰とはこれはおかしな話ですだからあちょっと謝って 信じると、偽りに騙されます。玄米食べて、菜食して、それもいらない。何飲んだらいい小便簡単じゃないこう。万病が治る。機械だ。で、私はそう言います。そうしたら、そのもう、もう、どうして、そのコップでやるより、もう、出ないようにして。で 出なければもう、小便が出なければ、結んで出なければもう病気が治るじゃないか、この世の中にはもう本当におかしいです。私がどうして小便の両方に関して知っているかと言いますと、いいか、いいか、そうって、世界、尿、療法学会が、ブラジルの人が尿、小便をよく飲むらしいです。ところが、それが、 韓国の尿療法の学会長がソウルのある大学の教授です。私が会いました。私に来ました。で名刺を渡しました。ある大学の教授です。医科大学の教授がそれは信じないでしょう。それで世界尿学会を。 スウォンでする、そうです。スウォン。その時が4年ほど前のことでした。だから、もう、小便を飲んだら治る。これは自然医学の一つだって。ニューサートは自然医学的なもの。そのエネルギーに気に ニュースタートをそういう一つの方法だと思ったらいけませんニュースタートは創造主の真理その御言葉その中にある息命のきに依存するのがニュースタートであってこれ食べてあれ食べてでそういうのがニュースタートではないだから私に私が私がそういう医学も をしているものと思ったからです小便の飲むのもそういう医学の一つだから世界のそういう医学の流れに関して最初のその講義をしてください演説ニューサートはそれではありませんそしたら本を持ってきてそ、うん、して で私はその本を読んでみますと本当にすごいものでした。小便が出ない病気そういうそれで小便が出ないと血の中に小便尿がいてもう体が腫れてもう吐き気がして頭が痛くて息をしてするとそういう匂いがしてこういう尿毒症と言います。で 一生懸命、その小便を飲むと尿毒症状が出ます。たくさん飲みますと、また出るのをまた飲んで、また出る飲むと尿毒症状にかかります。その症状、もうお腹が痛く、吐き気がして、もう。もう これ典型的な尿毒症の症状ですが、その学会の本に何と書いてありますよ。小便を飲んで、そういう症状が出たらいい反応だ。もうよくなるときそうなる。私はもう本当に、だからもう,無もう本当に分からなければ勇敢だってもう。だから それを恐れずに続けて飲みなさい。でどんどん飲んでも続けて頭が痛くて症状がひどくなるとその時は水1コップに小便を23滴落として飲みなさいそうするとよくなるでしょう水飲むからよくなるでしょう。 話もならないのでも信じたらその進行によって病気が治ります分かりますか皆さん皆さんニュースタートを皆さんの創造主、皆さんの遺伝子延期配列を作りそのがん細胞を殺しすべての病気を回復するそのプログラムを作られた方にその命の息を信じてください はい、これ信じたら反応が起こります偽りを信じても,もう全く嘘を信じても,もう皆さんもう鹿の角ありますねやもう牛の牛の最近 昔は牛のそのタンですかそれ飲んでもうよくなりました昔はそれはその時は銃がなかったのでそのその熊を取ることができませんでしたそしてその誰かが命を懸けて熊を取らなければその熊を取ることができませんでしただからサングがトんぐんの 友,です友達です。あなたがいなければ私は生きられない。で、お医者さんに行くと、今、雲断があったらいい。その、油断ですね。熊の油断。肝。私はもう熊の肝を。 取ってくるどうしてあなたがそれを取れることであなたが死んだら私はもう生きられないまたもううんだそのあなたも死んでもう熊が取れなかったら私は死ぬかもしれない私ならまいに勝てなかったら私も死にあなたもしでも,うもうあまりにも荒くて もう熊の肝を取ってくるというのでもうもう感動してもう愛によって真実、善、美しいことそれ、トングンさんはこれから何をしますか神様、サンゴが熊を取りに行くとき、助けてください。サンゴも,もうまた神様。 私が力はありません。で、熊の中で明日、あさ日て死にそうなそういう弱す、弱り果てた熊を送ってください。もう天が感動を受けて、はい分かった。あなた、すごい。それで神様がその熊の中に明日、あさ日て死にそうなの言って,こって、明日、死にそうなのがこう熊が。 サングがいるところにクマが来るのです。でどうしますかもうあまり大したことをしてなくてももう死にそうな感でびっくりしてもう気絶してしまいます。その時お腹を切ってそのクマの肝を取って。 これ食べてもう治らなければもう本当にどれほど感動を受けるでしょうかこれをもう食べたら治るだろうというそういう信仰それから私のために命を懸けた信仰と愛が一番いい薬なのですどうして最近のその熊の肝を食べたら治りませんか 嘘もないです中国産ですかアラスカ産ですかこのあの豚の肝じゃないですかそこには愛もなく心,心理の心理も,もう善も美しさもない熊の肝を食べて治りませんそれほど私たちは霊的な存在ですだから病気になった原因も霊的な原因が主な原因です だから病気が治るのも、霊的に治るのが大事です。だから、命の息とインフラがあると、病気が治るということです。<laughs> 先ほど、本ン・ンンさんがこうしました。<laughs> <laughs> さあ だからその時も今も全部こういう伝説がありました。理でないのが。信じればもうたくさん信じる人には治ります。小便を飲んで治る人はどういう人ですかもう小便を飲んでこれが薬かこれを私がどうして知らなかったのか あ感謝です。もうこれを教えてくださって感謝します。あまりにも感謝で。心理と善と美しいので治るのであって、もう小便で治るのではない、その小便を通してそ,のそういうものを感じることができないときは何の役にも立ちません。 皆さん、こういうふうに心理を体得しなければなりません。合理的に。さて、だから、イエス・キリストはその寝ているのを見て、そこに38年間患っていた病気を患れている者がいた。ヨハネの5章の3節6節に。あなた なたたは良くりいのか本当によくなりたいのか多くの人たちは病気治ってどうするしますかところが病気だと不便です不便さえなければいい確実に治りたい心が本当にあるかないかそれが大事です ただ不便だけではなく不便を少しなくすのではなくだからイエスキリストはこのように聞くのですそしたらこの病人は答えて言いました「主よ私には水がかき回された時池の中に私を入れてくれる人はいませんどれほど治りたいのかこれ見てください今他の患者たちは友達がいます 両親もいます。子供たちもいます。みんないます。水が動くとき、自分のお父さんを投げて入れようとして待機しています。しかし、この患者さんは38年間の患者です。どういう病気か本当にひどい病気です。そしてこの人も本当にすごいものです。38年になってももう諦めません。38年になっても希望を 捨ててなかったという意味です。38年間も牙を捨てなかった。牙を捨てなかった理由は何でしょうか今、今、自分を水に入れてくれる人はいません。それから自分の力では到底一番目に水が浮く時入ることができません。そうであれにもかかわらず、待つのは少し狂ったのではないでしょうか あの人はどうして待っているのだろう水が動いても自分で一番で入ることができないものが待っているそしたら何のために待っているのでしょうか人を助ける人がいませんそしたら誰を頼って待っているのでしょうか神様がおられたら助けてくれるじゃないだから,だから待つのです 拍手してください。皆さん、今季は肉臭、骨肉症、軟骨肉臭がたくさん来られました。 治療方法がありません肉腫はがんの種類ですが,ですがとても,もうひどい悪質な現代医学では治療方法がありません肉腫というのは例えば筋肉細胞とか軟骨細胞とかそういう細胞ががんになることです でこれは肉種にかかってもう何病院からもうお手上げなのにもう,も,うもう古来人参がどうかっていうのそれはもうおかしい話です。今は最も強力な何が必要ですか信仰が必要です。 もっともこの世の中で人間が与えることのできない信仰が必要なのです。そうですね、人間が与えることでは治ることができないので、人が与えることのできないその命の息、命のエネルギーで遺伝子がついて治るしかない。 だから私もニュースを通しながら、わあ、肉種も治れるだろうか、肉種の患者たちはとても珍しいですが、最近、韓国にこの肉種の患者がどれほど多いか分かりません。だから私がよく知っている、昔産婦人科の医者をしている若い医者がありましたこの人が肉種にかかってこう杖をついて もう骨をもう取り出して医者です。よくしてます。肉種に関してよく学んできました。手術もして治療してもう病院で諦めました。それでここに来ました。ニュースタートして完全に治って訓法で医者しています。 だから命の息が入って T リンパ球から生産,生産する抗がん剤は肉種でも肝臓細胞でも胃がん細胞でもどういう何でも関わりがありませんきれいに殺すことができますそれを皆さん信じてほしいです もう命の息がなければ希望はありません。創造主がなければ希望がありません。しかし創造主がおられます。おられます。遺伝子を見たら間違いなくおられます。そういう時待つことができるのです。主よ水が動く時、私を池の中に入れてくれる人がいません。そう。 池の中に入れてくれるものがいなければ座り込まなければなりませんが助ける人がいません一人の力ではいけませんしかしこの人は立って他の患者たちを走っていくのにこの人はこうやっていくのです人が他の人がいるのはもう本当にもうバカじゃないでもします 水が動くたびにします。決して希望を捨てない人です。決して希望を捨てない人。そうすれば天は感動を受けるのです。イエス様がやがてこの人に来ました。この人が待っているのは人を見て待つのではなく、 誰を待っているのでしょうか自分を助ける神様を待っていました。神様の子、イエス・キリストが来ました。わかりますかそれで、見てください。私が行くときに、行きかけると、もう他の人が先に降りていくのです。それほどだったら、あなたは本当に行きたい。二言葉はいらない。 もうこの答えは本当にすごいじゃないですか私が行く間が他の人が先に行きますと言ったらイエスは言われましたあ,のあれは必要ない言われた起きて床を取り上げて歩きなさいと命の息を投げるとその人はすぐ治って床を取り上げて歩き出した。 この世の中の代替療法じゃなくて神様の石だ水まで行く必要もありませんこれです肉臭にいてこれがどうかあれがどうかそしたら私はどうしようキョンサンドの その方言で人間がどうしようもなければ命の息神の力がありますだから希望を持ってください肉種に勝った買った買った,かっただ,かだから皆さん遺伝子は石に反応しますがいい 医師にはいい反応し悪い医師には悪い反応しますパブロフが犬の事件で証明されましたねそれその反応の反応は信仰に比例します確実ですこれはだから皆さんこの聖書を知らなければなりません聖書を見ますと皆さんの病気が になったのは神様が心を見たのでもないし神様が罰を,かけた罰を与えたのでもありません。ここを見てください。人がヤコブ一章の13節人が誘惑にあったとき 試練にった時人はその試みに合いますね。ねえ、あれあるでしょう。これもう少し投資をしてください。そうするとこのぐらい儲かります。それで欲張って試みに試練に合わせるのは誰ですか悪魔です。 悪魔が誘惑して試みます。だから、主の祈りを見ますと、私を試みに合わせず、悪より救ってください。悪,が悪魔のその悪が、私を試みますが、その試みに陥らないように、悪から救ってください。しかし、ある人たちは私を試みに合わせず、 という言葉を神様を試みに合わせるしかし私だけ少し勘弁してもらえませんかそういうふうに解釈したらいけません。主の祈りを悪、イエス・キリストもサタンがイエス・キリストを洗うに連れて行って試みようとしましたかしました。試みを 心を見ようとしたら、イエス様、受けましたか、受けませんでしたかところが私たちは、もう、こうよく受け取ります。人が悪から誘惑を受けるとき、神から 神によって誘惑されたと言ってはいけません神は悪に誘惑されることのない方であり悪が神様を誘惑しようと思ってもかかりません3回拒みます受け入れません神様は悪に誘惑を受けない心も身にも合わない自らも ご自分で誰をも誘惑なさることはありません。皆さんが病気になったこと、神様が試みたのではありません。誘惑したのではありません。ただ、人はそれぞれ自分の欲に惹かれ、おびき寄せられて誘惑されたのです。欲を与えるものは誰ですか悪ではないでしょうか 欲張ばって欲がストレスをってストレスがある伸びるとがんになる15節欲がはらむと罪を生み罪が熟すると死を生みます<え>イージェヨンさん もう本当に娘よく賢そうな娘その産みました。本当にここに連れてきたらもうすごいでしょう。本当に着、もう誠実に見えますね。どうして肺がんにかかったと思いますかもう職場で少しもう少し一生懸命、完璧に。 してこの人に少しよく見せたらもっと早く昇進してこうして病気になるのです。多分そうでしょう。見たら会社で本当にもう上手に働けそうです。で私、社会でみんないいことです。しかし私の体に病気になるほどしては。 いいけないのですすかかりますかだから私の愛する兄弟たちを騙されてはいけないで神様は信仰がいいか悪いか病気を与えて心見たそれに騙されるな皆さん病気になったの神様が皆さん信仰がいいか悪いか神様がこう めたら普通の教会では何と言っていますかある人が商売を始めて夜明けその蒼天祈祷会も行きましたがそのもう1ヶ月ぐらい蒼天祈祷会行かないでお店を開きましたそしたらある日もう交通事故になって足が折れました牧師が病院に来て何と言いますか蒼天祈祷に来ないので神様が 試みた皆さん、そういう神様は強制的な神様です。神様がそういうことをなさいません。しかし、韓国の神様は私が死するようにすることです、私がその子供たちを強制するように、韓国のイエス様は私たちに似ています。だからもう、言うことを。 効かないとも足をもうパッと折ったり皆さんそういうの韓国の神様は少し変質されていますおかしいですだから神様を恐れなくてもいいのを恐れたりそうしますだから騙されてはならないなぜか すべての良い贈り物またすべての完全な賜物は上から来るのである神様が来るくださるのはすべていいものだけをくださる病気を与えるのはそれではない病気を与えたりもうこう変化に富むようなそういう神ではない だから皆さん、神様を誤解しないでください。神様は決して皆さん、病気を与えません。皆さんがどれほど悪いものであっても、神様は悪なるものにもこれだけあって、皆さんがどれほど悪なるものであっても、感動的ではないでしょうか。 その神様は恵みを知らないものと悪いものにも慈しみ深い。誰にも慈しみ深いですか悪くなるものも悪いものにも。 感動的な紙ではないでしょうかだから私はこういう紙であるがゆえに、韓国の四季の神様は私はしません。想天祈祷か行かなかったり教会を献金、うん、少ししたらもう足を割ったり、がんに欠か,かせたり、かかるようにしたり、どうしてそういう紙を信じますか私がいくら悪いものであっても私に慈しみ深い方。 皆さん、こういう神様を信じてください。こういう神様が、皆さんの過去が、皆さんが今まで神様を信じようと信じないようと、関わりはありません。悪であっても、善であっても、関わりなく、皆さんがああ想像主がおられる、この方、私の遺伝子を作られた、この方が送るのが命の息だ、これだけ。 これさえ信じれば神様はあまりにも感謝してもう命の生き味はいたいのかそして送ったら皆さんの遺伝子は回復され癒されるのです <laughs> もう本当にいいのではないでしょうか。 静かに少し歌ってみましょうがソングー素晴らしい神様優しい神様とても優しい私の神様 私たちの祈りに応えてくださる本当に優しい私の神様。 限りない祝福を私たちに与えてくださるとても優しい私の神様 私たちを愛を与えるために私たちを作られた創造主の神様私の細胞の中に入っているその塩基配列という文字になっている遺伝子を見たらあなたは間違いなくとても思いの深い愛の深い私たちを創造なさった方に間違いありません。 主よどういう機会でも作ったものがよく治すことができます人間が諦めた私の病気人間は人間を作ってないがゆえに病気を治すことができませんあなたの身が私を想像した方なのであなたの身が 私たちを回復してくださることができます。主よそしてあなたは私たちを愛してくださっています。決して私たちを試みに合わせないで決して私にどれほど罪が多くても私たちを罰しない方です。悪い者にも慈しみ深い愛の神様これから私の心を開いてください。 そして私たちがあなたの愛を信じさせてください信仰を主が与えてくださりその信仰によって入った命の息が私の消えてしまった遺伝子をに電気をつけてくださり私たちの壊れてしまった塩基配列を回復してくださって作らなかった人間の技術者たちが失敗した私の癒しを 作られたあなたが愛でもって癒してください。イエス・キリストの御名前を通して心からお祈り申し上げます。アーメン皆さん、隣の人と肩を叩きながら、きょよく休んで改革してください。お互いに